第4試合92ジャパングランプリブルードッグ公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー全日本タッグラグビーシングルチャンピオン150パウンド吉田麻里子、赤コーナーオールボクシングチャンピオン175パウンド井上京子、井上京子です。今日は麻里ちゃんとの試合ですけども、ジャパングランプリの星争いには関係なくと自分たちにしかできない明るく面白くハラハラドキドキしたそんな試合を見せたいと思います。よし、今日もやるぞ。吉田麻里子です。今日の対戦相手の井上京子はお客さんの声援ですごいいつも乗って試合をやっているので、私もその井上京子のノリに負けないように今日は乗って楽しく試合をやりたいと思います。なるほど。吉田麻里子選手のね、かなり面白いコメントがあって、あんまりマイクが似合わないところがいいですけれども注目の一戦、ジャパングランプリ吉田麻里子対井上京子の一戦、どうでしょう。これは注目の一番ですね。ジャパングランプリならではの対決というか、吉田麻里子が結構気負ってる部分があるのかなって気もするし、あ、これよくここは何なんですか。だって私のコールがないんだもん。コールがないから帰ってやるねってやつですか。そんな寂しいじゃん。ありがとうみんな。これでコールこの後どうしたんですかね。全部やる気なくして帰っちゃってたよ私。単純に気を取り直してまた戻ってくるところがいいでしょう。その単純さがいいですね。このルチャならではの風景っていうのはこれは初めてですね、女子コールは。そうですね。お、しつこい女だな。そうはいくかってやつね。今なんかこの間がいい。あ、やっぱり一回こうやって間を置いてくるとおおって思いますよね。自分のせいだからあんまり何も言えないもん。いや、いいんですよ、言ったって。ちっちゃくなっちゃう。いつになく吉田麻里子選手も丁寧にね、やってきてるね。はい。この丁寧っていうのは意外とこのカードも大切な、そう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 、ね、随分、ていうかいつも雑だとかそういう意味じゃなくて、一個一個確かめながら投げるにしても何にしても、要は相手あってのプロレスという点でね、なんかそれは丁寧ですよね、自分本当技が雑なんで、いやそんなことないですよ、もうちょっと落ち着いてやればいいなって思う時がいっぱいあるんですよ。うるさい女だな。いやいいんですよそれで。お、あの万歳がいいですね、まるちゃんのあれね、弱いしょっていうのがつくんですよ。弱いしょ、弱いしょ、弱いしょっつって、はい、皆さん今度吉田の時弱いしょって一緒に言ってください。弱いしょじゃないですね、弱いしょ、弱いしょ、おお、ここここやっぱりね、あ、やってくれますよね。ちょっと吉田よりちょっとすばしっこいとこを見せとこうかな。ああ、なるほど。じゃあ次は何やろうかなってとこかな。いやでもこの時そんな余裕なかったですよ。よし、今日はやろうでしたね。お、同じこと。下のつもモンキーばっかりやられてたよね。あ、なるほどね。どうやって返したよ。これはそう。あ、これなんかすごかった。ロープの上立つのは得意ですね。でもあれ、もう本当に初め、ずるずる落ちてたんですよ。いつも。あの、今だったらもう、ポンポンって言っちゃうけど。うん、本当、何でもなんか気温できるねとか言われるんですけど、本当は本当に練習してんですよこれ。毎日あざ作っていいことですよねそれね。毎日落ちてましたもん。行くぞー、とどめなーとか言ってずるっとか言って、トトンとか言って、そう、またいつも心配になるの、前場のキャンバスがちょっとツルツルめですよね、はい、で最後のメインイベントの頃になるとみんなが汗かいた後だから、はい、ツルンツルンでね、
もう吉田が汗かきなんで大変ですよ、汗もう散らしてもうリングの上スケート場みたいになっちゃったんですから。あ、びちょびちょ。はい。あ、でも本当の話怖いですよ ね、 ですね、走り回るときなんか、はい、あとロープが濡れてたら最低じゃないですか。それもあるんですよね。しかしこの対決なんかいつどんなシーンが出るか分かんないんでつい見入っちゃいますね。そうなんか、なんかとんでもないシーンが出そうな気がするから。お、あ、肩組んでいい。あ、いいバランス。あれここまでやる、ここまでやるかって感じですね。あ、ルチャをしてくれましたね。でもお客さんが分かってくれてるから嬉しいな、なんか。あ、なるほど、うん、分かってもらえなかったら今何だったっていうで終わっちゃうでしょ、うん、ちょっとコラケンでしかできないって感じはしますけど、コラケンだからできるみたいな、うん、割と確かめながらあれですね、じっくり、割と試合そのものはじっくりめですね。そういう試合が、あ、好きなんですか。好きなんですよ。それとフォローさせてもらえれば、結局井上京子のっていうの本領っていうかね、はい、は、あの、自分も楽しんでお客さんも楽しんでもらうと、これは理想だと思うんですよね、はい、だからそういう点でそういう試合がこれには期待できるんじゃないかという目で見てるんですけど、だってあれですよね、はい、プロレスラーにとって基本的にはリングに上がることは快感なんですもんね。そうですね、うん、でいい試合、自分満足できて見てる人満足できれば言うことなし、まあ、言うことなしと、はい、やっぱ自分楽しみながらやってたらお客さんもきっと楽しいですよね。多分だ、自分がつまんなかったら見てる人もっとつまんないと思うよ、はい、分かっちゃうもんね。そうですね、割とね、うん、だすごくそういう面で楽しませてくれる試合なんだなという期待がこれでありますよね、うん、期待通りにいくかどうかだから6人タッグとか大嫌いなんですよ。あ、ダメダメ、もうバタバタしちゃって、世話しないだけという、世話しないっていうか、で、誰かがホール取っちゃったら終わりじゃないですか、うん、終わり、もう結局、うん、自分も出さないまま終わっちゃう人もいるし、うん、いいとこ3回か4回って言うとね、出るのが、あ、それが本当にもう、あ、やっぱりシングルマッチっていうのは特別ですね、そうなるとね。そう、 そうですね。この、はい、いつも聞こうと思ったんですけど、このロメロスペシャルの入り方、はい、みんな他のレスラーもやりますけど、はい、足の入り方がちょっと違うんですけど、これは初めに自分が誰かにかけられたことあるんですよ。こうやって、はい、あ、みんなね、足のね、置き方が違うもんね。違いますね。で、普通のロメロより効くんで、足も効されてるんで。あ、なるほど。普通のロメロは腰が痛いだけだけど、何でしたっけ、この太ももの上、なんとか筋っていうの、なんだっけ、ここも効くんですよ。あ、なるほど。大腿筋っていうの。そう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 、そこも伸びちゃうから腰も痛いし。あ、なるほど。全部伸びちゃって痛い。まあ、相手が高く上がらないから見栄えは良くないけども効果があると、うん、はい、うん、相手痛めつけるのには結構、うん、今やっぱりね、一度腰やられてるから、うん、吉田も今一瞬腰かばいましたよね。もっと本当はじっくり攻めていきたいんですけどね。かわした、うん、かわしたわけ